はい、それではね、グリーンヘルの続きをやっていこうと思います。今は、12月22日の7時ですね。一夜ね、明けまして、一応ここにグリルラック作りました。あと骨のスープ、一杯だけ飲んどこうかな。うん。よし。これで栄養素は、まあ、こんなもんですね。ちょっと食料欲しいですね。一応、ここ置いといて、半分だけ、ね、もっと持ってます。この置く作戦いいですよね、やっぱりね。今日は、前ね、前回、ノーマルの時に途中だったんですけど、対岸のあそこにちょっと施設というか、拠点を作ろうかなと思って。まだちょっと生活するのはね、こっちの使いつつ、ちょっとずつ向こうにね、移行していこうかなと思います。でここをね、川挟んでるんで、なんていうのかな。いざとなったら、対岸に逃げれば、多分、原住民からは逃げられると思うんで、ちょっとその辺の利点も使いつつ、やっていこうかなと思います。結構襲撃来るからね、なんか落ちてないかな。食料、ココナッツとかちょっと欲しいんだけどな。ないか。まあいいか。向こう側にも落ちてたしね。ちょっとじゃあ向こう対岸に渡っちゃいましょう。うん。一応は、あとレシピは、あれだけですね。三脚の三本足のスモークと、あと、武器ラックっていうんですかね。があれば、一応全部。前ここだよね、作ろうとしてた。この辺だったと思うんだよ。ちょっと今日の活動範囲はこっちよりも、向こう側ね。うん、に、とりあえず一個屋根作りたいね。あ、亀がいるじゃないか。原住民に目いってて全然見つけてなかったぞ。よいしょ。ちゃ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 、これだ。はい。仲良くしていきたいんですけどね、僕的にはね、原住民さんとはね。ちょっと人数だけ確認しておく。2人いますね、2人。もう普通にさ、ここ視界遮るもんないから見つかってると思うんですけど。どうやらバレてないらしいです。はい、よし。竹の方が多いしね、この辺はね。適当に切って、何本か切りましょう。まあちょっとジャングルはね、BGM が少ないので、まあ、歌ってくれる分には構わないんですが、襲ってくるからね、原住民ね。よし。まあ、これぐらいで。で、いいね、甲羅1個手に入ったから。竹の骨組みを、前どの辺で作ってたかな。これぐらいが作れる。ちょっと2個、2つ、幅2つ分ぐらいで作りたいんですよね、できたらね。ここだったっけ、作れた。あれ？ここだとでも1個分だけっぽいな。あ、もう作れない。ちょっと待て、待て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 。これ違うやつが来た。しかも2体来た。くそ。ちょっと待て。よし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 。どこ水には入らないと思うんだけど。よし。ああ、2発ではしてない。いて、やーが。よし、死んだね。あとでも矢が2発しかない。よし。弓はもうちょっとね、レベル上げていかないと。使い物にならないからね。よっしゃ、倒した。よし。もう、忙しいな、ほんと。よし。とりあえず倒せた。弓は使えるとでもだいぶ大きいね、やっぱり。2箇所ぐらい切られた。いや、2発ぐらい食らってるんだけど。
あ、1箇所だけだった。あ、ぽいね。よかったよかった。よし。もう、ちょ、これがあれなんですよね。あの、待機してるやつと襲ってくるやつ。矢を回収したいな。ちょっと、3本当てたいね、こいつは。どんだけ繁殖してんだよ、こいつ。よし、2。あ、持てない。骨は置きます、まずね。で、人肉は壊します。一応人肉はね、スープにすれば、飲めるんですけど、小気度を避けずにね。うん、でもちょっと、コメントでもね、ありましたけど。一応あんまり飲まない、食べない方向で行こうかなと思ってますんで。よいしょ。ああ。よいしょ。で、重い。羽が持ててないな。入らへんの羽。甲羅ここに入れる。どこ？羽。持てないな。骨いらんだっけ。よいしょ。よいしょ。人肉は捨てます。矢と、矢2本。これで、矢5本だね。うん。骨置いとこう。羽を持っといた方がいいよね。よし。2、こんだけ？よし。もう。よし。この辺草かと。わかりにくいか。こっちだったっけ？この岩よりもこっちだったような気がするんだけどね。ちょっと作れそうな場所をまず見つけましょうか。これ置いとこう。よし。と、骨組み。ん？ここ斜めだから無理なのかよ。ここからだね。ここでも前2つ繋げられたね、横に確か。ここくらいギリギリだな、このラインが。で、一番端までこの岩か。ここにまず行くと。1,2,3,4。 あ、4本は持てないのか。ロープがどれぐらいあったかな。よし。なんでしょうね、なんかその木切ったりとかしたらバレたりするのかな。どうなんだろう。3、もう一個切らないか。4、5本いりますよ、とりあえずね。よし、もう一回切ろうか。この長い棒とりあえず1本入れよう。ロープ、4箇所で、枠組みは完成でしょ。この横にもう一個作れたらいいんだけど、あ、いけますね。前ね、頭使えてたんですけど、一応そのバグは、修正されたって書いてあったんで、うん、一遍つなげてみましょう、横にね。そしたら、幅2つあると、ちょっとこう、なんていうのかな、家らしくなるよね。空間が広くなるんで。もう一個竹、遅いのも切っときましょう。よし、ちょっとそろそろでも食料を見つけといた方がいい気がするな。よし、もう丸太いらんかった。この辺の草はカットきました。
個？ 1 個でいいよね。前これ使えてましたけどね。長い棒が1、2、3、4、5本。 OK、 3、4、5。ロープあるかな。あ、ロープ持ってないわ。ちょっといろいろ集めてきて、あ、栄養素が足りてない。水と炭水化物といろいろ足りてないね。これはいっぺんじゃあ向こう側に戻りましょうか。骨はまあいいよね。ちょっと行き来しつつ、あ、キノコ、キノコは食べちゃおうか。よし、ないね。こっちのキノコはエネルギーにはならないもんね。炭水化物とないかな、なんか食べ物。ココナッツほんまないよね。あそこ包帯あった。果物もないしね。雲が怖い。一番この辺あんまりいないと思ってたんですけど、いるんですね。ここらつすらないぞ、ほんとね。なんもねえ。このキノコ食べましょうか。よし、成虫。炭水化物これでだいぶ取れたんじゃない？あ、でも全然だね。あった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 。よし。これと丸太とか置きっぱなしだな。あ、バナナだ。よし、もぎたてを食べちゃいましょう。2個で満タン。 OK。 あとはじゃあ取っときましょうか。だけどね、よし、炭水化物は OK で、肉かな。どうしよう、羽と長い棒と羽と肉食べようか。まあ持ってるしね。カピバラ1個、水か。あとここにキノコ生えてるんだ。よし、25でしょ。もっと置いといてね。よし、で今はでもね、雨季だからいいんですけど、寒気になると多分水が手に入りにくくなるんで、ちょっとその辺考えとかないとね、いけないね。ちょっとこの棒を1本、丸太はいいんだけど、よし、持っていこうか。ちょっと2本、あとココナッツだね。よし、せっせと。ここに、あ、なんかすぐキノコ入ったな。さっき食べたばっかりなんで。あ、しまった。ロープ取ってくれなかった。ちょっと、ロープと、あとバナナの葉ですね。原住民いなくなったんちゃう？あ、いなくなったね。そこにもキノコ入ってる。栄養素的には、まあまあいいか。
キノコどういうタイミングで入るんだろうね。あ、これもキノコ？あ、いいじゃん、いいじゃん。あと、ロープとバナナの葉。ちょっと屋根をセッティングして、なんかログがいっぱい。ちょっといっぱい全部消しときます。ややこしい。まあ、大体知ってると思うんで。よし。丸太立てとかね、いいですね。で、一応バナナの屋根にする。こっちの方がね、見栄えがいいんですよね。よし、ちょっとつるとバナナの葉を取っていきましょう。こっちにね、確かバナナの生えてたと思うんで、亀の甲羅置いとこう。ないですか。こっちがあんまりつるないんだな。そこぐらいか、これぐらいか。もう一本、もう一本、あれ？あ、3本しかなかった。これ切っちゃおうかな。切っちゃいましょうか。向こうに伸びました。まあちょっとこの辺の、あ、違う違う違う、ずるー、焚き火も多分作ると思うんで、もうこれはいっぱいか。ちょっと長い棒持っていきたいな。あ、一本しかない。丸太だけか。まあいいよ、じゃあ。よし。あ、違うな。バナナの皮を持っていかないといけない。この辺もここ、あ、あるじゃん。ね、ココナッツだもんね。よし、もうちょっとずつ見つかるようになってきます。定住するとなんかこういう落下する系のやつはあの拾えますね、ちょっとずつ。よし、じゃバナナの葉を持って屋根を作っちゃいましょう。もう暗くなってきたね。少し日が落ちてきました。よし、そろそろ来る？警戒、警戒。どういうタイミングで来るんだろう。なんか突然来るよね、いつもね。よし、16枚でしょ。あと2往復しないといけない。さあ運ぼう。キノコは結構生えてるね。ありがたいですけど。よいしょ。ちょっとこれ引きにくいな。ちょちょちょ。
56枚だから、もう買えるいつも目障りだな、これ。よし。まあ、食べときましょう。こっちにもいた。6、6、4だね。あと4。まあ、持てるだけ持っていきましょう、一応。もうない？ 1、2。せめてあと2枚欲しいんだけど。あ、ないのか。バナナないぞ。あ、こっちまで来ないといけないのか。よいしょ。それで切るわ。1,2,3,4,6 とりあえず6枚。まあどうせまだね使うと思うんで。暗くなってきました。原住民を無傷で撃退できる装置みたいなの欲しいよね一応なんかそのうちヒューマントラップっていうのもあるみたいな、あの実装されるみたいなんで、もうそれに期待するしかないですよ。疲れてる。よし、できた。とりあえず、残りはここに置いておきます。ロープだけ。ほら、使えなくなったでしょ、あと。うん、いいね、いいね、いいね。ちょっとじゃあ、向こう戻ろっか。戻ろっかね。行き来しながら。引っかかった。このキノコ食べちゃおう。3。4つ。まあ、このキノコは4つあれば、あの、生水飲んでもね、あの、回復できるんですけど。どんなもんですか。水と炭水化物が若干ないか。飲む。ちょっと収集しよう。これ食べちゃう。なんかほら貫通してるでしょ。おかしいんだよね。本当は重ならないはずなんですけど。よし。ちょっと暗くなってきたな。火起こししよっか。よし。ん？あ、あ、竹の乾燥機っていうのもあるんだ。へえ、この大きいやつだけだと思ってたけど。ちょっとこれも作ってみようか。ね。まだ肉が手に入ってないので、それからになるんですけど。あ、もうドライリーフないぞ。よし。で、まあ、ひき肉と、ひき肉じゃない、カエルの肉とカメの肉を焼いちゃいます。バナナも焼いたら焼いたで美味しそうですけどね。よし、水のとこ、水足しとこうか。ちょっと暗くなってきた。来た見えた確認してよ。ちょっといっぺんさ、対岸に逃げてみようよ。どうなるか。こういう感じで逃げたら、どこまで来る？どっちが弓兵よ。どっちが弓兵。これでやっつけられそうじゃない？止まってるし。よし。
危ない。あ、向こうが弓兵だな。危ねえ。昼か、びっくりした。あ、いた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 。あ、食らっちゃった、もったいない。おお、いいんじゃない。でもいいね、こここれじゃないよ、天然の砦じゃないけど、うん、どこ、これが昼だな。昼とこれか、暗いと分かりにくい。よし、あれ、あ、違う違う違う、操作がおかしいおかしい。よし、ここに包帯。いいですね、うん、なかなか。矢だけでいいんですよ、もう回収すんの取れないんだよな。綺麗に矢だけ取れたらいいんですけど。あ、なんか目が合ってしまった。ってなるとやっぱり弓が重要になってきますよね、これ骨はいい、肉は捨てる。よし、いいね、なんかちょっとジャングルに対応できてきた感じしますよねこう不意をつかれなかったのは大きいですね。よいしょ、肉は捨てます。他に使い道あったらいいんですけどね、なんかあの罠に使えたりとか。矢を2本。いやーねー、もうちょっと持っときたいな。よし、ちょっと料理して、クラフトしようか。いろいろ骨はこういう感じでやってるともうどんどん溜まっていきます、うん、クラフトのこの時間を短縮してくれたらいいですけどねちょっと細かく動かしてる、結構手間ですからね。あと羽2本、枝1個を取ろうか。雲が怖すぎる、見えない。どこにいる、ここ全く見えないね。ちょっと遠回りしよう。ココナッツとか落ちててもいいんですよ。ないか。あ、変な実だけあるな。何の音、なんかゴワゴワ風の音みたいなの聞こえるけどね、全然落ちてないよね。はい、これでいいや。結構できてきたね。いや、11本、まあいいか、なんとか、まあまあやっていけるぐらいのですね。こっちからも一応対岸が見えるから、まあいいですね、この場所ね、やっぱりね。よし、はい、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回もね、また多分あの対岸の方にね、ちょっとあの拠点を拡張していこうと思いますので、よかったらね、また見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。